にちは、冬です。この動画では我が家のおすすめのふるさと納税についてご紹介しようと思います。なぜふるさと納税についてまとめようと思ったかと言いますと、インスタグラムでふるさと納税のおすすめ品を投稿しましたところ、静止画投稿だったにもかかわらず80万人近くの方に見ていただくちょっとしたバズが起こりました。それぐらいふるさと納税のおすすめ品を探していらっしゃる方が多いのかなと思いまして、 YouTube でも出してみようかなと思った次第になります。数あるふるさと納税の返礼品の中でも、私がもう毎年旦那の名義でも私の名義でも何回もリピートしているのが、実はトイレットペーパーです。我が家実は子供が3人おりまして、しかも全員女子です。ということは正直かなりトイレットペーパー使います。しかも私も在宅ワーカーで基本家にいるので、家のトイレしか使わないのでめちゃくちゃトイレットペーパー減るんですけれども、もう10年以上ふるさと納税やっていて、美味しいものを取り寄せてみたりとか、なんか生活雑貨とか取り寄せてみたりとかしたんですけれども、結局一番困らないのはトイレットペーパーでした。このトイレットペーパーの他にもいろんなトイレットペーパーを頼んでいて、トイレットペーパーでリピしてる自治体が3つあるので紹介したいと思います。トイレットペーパー、まず1つ目のふるさと納税先になりますが、静岡県富士宮市のエリエール 1.5 倍巻き、1つおすすめです。金額に関してはこの後にご紹介するものもそうなんですけれども、結構頻繁に改定がある関係でちょっと動画の中では金額言わないんですけれども、概要欄の方にリンクを貼っておくので、そちらでご確認いただければと思います。エリエールに関しては大王製紙、もう一流メーカーのよくドラッグストアでも見かける商品なので、紙質めちゃくちゃいいです。私はいつもシングルを頼んでいますが、同じ金額でダブルも出ているのでご確認いただければと思います。2つ目になるんですけれども、同じくエリエールのイーナというトイレットペーパーになります。こちらは岐阜県可児市から私はいただいた返礼品になるんですけれども、2倍巻きなのでかなり持ちが良くて交換回数少ないです。一応なんか普通のエリエールとの違いはピュアバルブ 100% だそうで、柔らかい肌触りが特徴だそうです。もうエリエールであれば、まあさっきのシングルの青いパッケージのエリエールでもイーナの方でもほぼほぼ同じなんですけれども、2倍巻きなので、まあ、交換回数かなり少なくて済みます。トイレットペーパー3つ目になります。エルモアのピコという商品で、上庄司という愛媛県の会社のトイレットペーパーになります。こちらは愛媛県四国中央市からいただいた返礼品になっています。で、まあこう見ていただきますと分かる通り、かなり紙攻めてます。で、トイレットペーパーのいいところは、とにかくかさばるので、しかも2倍巻きとかだとめちゃくちゃ重たいので、玄関まで宅配をしていただけると本当に助かるなっていうのと、スーパーとかドラッグストアで買わなくてもいいっていう安心感があるのと、腐らないっていう安心感があるのと、まあ置き場所がちょっと取ってしまうのがデメリットなんですけれども、置くところさえあれば絶対に使うものなので本当に助かっています。なので本当に悩んだら最後トイレットペーパーおすすめです。結構1万円未満から頼めるものもあったりするので、よく探してみていただくといいと思います。次におすすめしたいのが梅干しになります。和歌山県御坊市という自治体からいただいた返礼品になってます。ちょっともう終わりかけであれなんですけど、最初 1.5 キロ粒冷麺が入っているような感じで、蜂蜜梅なのですごく食べやすくて、子供も結構喜んで食べられるぐらいの、あんまり酸っぱすぎなくてとても美味しいです。スーパーでこういうの買うとほんのちょこっと入っただけでいいお値段するので、我が家はいい梅干し食べたい時はふるさと納税で頼んでいます。ちなみに塩分濃度はこちらは 8% ほどになっているので、結構食べやすい感じになってます。もう2回ぐらい頼んでますね。次におすすめしたいのが四つ葉バターの詰め合わせになります。こちらは北海道音更町というところからいただいた返礼品になるんですけれども、四つ葉バターを贅沢に食べ比べができます。バターって普段のお料理で使いたいなって思ってもちょっと高級なので、まあサラダ油でいっかとか、パンに塗るにも、まあ、ちょっとマーガリンでいっかっていうことも多いんですけど、ふるさと納税でいただけるのであれば、そこはちょっとありがたく使わせていただいてっていうところもあるので、贅沢にバター詰め合わせ、私は結構おすすめです。次おすすめなのがこちらの掛け布団です。こちら羽毛布団でして、結構買うと高いんですけれども、こちらもふるさと納税の返礼品で実は選べます。
いろんなところで羽毛布団取り扱いがあるんですけれども、私が寄付して返礼品をいただいたのは福岡県筑後市というところからいただいてます。この羽毛布団なんですけど、メイドインジャパンで日本製になっていまして、ダウンが 85% で、残りはフェザーが 15% 入ってるような感じになっていて、もうかなり軽くてあったかいです。で、うちのやつはその羽毛が1キロほど入っているタイプになっています。羽毛の量とかダウンの割合とかです。いろんな幅で商品が用意されているんですけれども、ちょっとね、値段が3万円超えてしまうような返礼品になるので、年を分けて我が家では注文しています。で、周りの人におすすめなふるさと納税あるって聞かれた時に、羽毛布団いいよっておすすめしたら、本当にリアルの知り合いが2人ぐらい注文してました。いろんなところで羽毛布団出てるんですけど、福岡県筑後市がかなり良心的なお値段で出してくれていたので注文してます。それでは次に冷凍系の食べ物に行きたいと思いますが、冷凍系の食べ物を頼むときに注意していただきたいのが、冷凍庫に入るかどうか、これマジで注意していただきたくて、年末にふるさと納税まとめて注文するっていう風になると、じゃあ冷蔵だと持たないから冷凍品を頼もうって言って、いろいろ冷凍品をボボボって頼むと思うんですけれども、マジで冷凍庫パンクします。我が家の場合は冷蔵庫の他に独立の冷凍庫があるので、大体は大丈夫なんですけれども、結構かさばるのでご注意いただければと思います。まずもうこれは間違いないよっていうのがイクラ。もうイクラに関してはいろんな自治体で頼ませていただいています。基本どこの自治体で頼んでもそんなに大差ないって言ったら失礼なんですけど、大体美味しいです。ただなんかちょっとよく見ないと、イクラかっこマスコって書いてあったりとかして、ちょっと粒が小さいものとかもあるのでご注意いただければと思うんですが、ちなみにこれは北海道別海町のイクラになってます。で、イクラを頼むときにぜひ注意していただきたい点としては、こんな感じで小分けになるやつがおすすめです。例えばこれ500なんですけど、 500g のイクラを頼んだときに 500g が1パックになってしまっていると、解凍したときにすごい大量になってしまいます。まあ1回で食べちゃえばそれで済んじゃうんですけど、250ずつに分かれていれば2回楽しめますので、ぜひイクラを頼むときは小分けになっているかっていうのをよく確認していただくといいんじゃないかなと思います。次におすすめなのがエビです。今1個使いかけになっちゃうんですけど、冷凍のむきエビになってます。佐賀県上峰町というところで注文したむきエビになってます。これ、まあ、ちょっと価格変動するのであれなんですけど、実は1万円未満で注文できるエビになってます。で、エビって結局その背ワタを取ったりですとか、まあ、殻を剥く下処理が結構大変なんですけど、もう全て済んだ状態であとは入れるだけっていう感じで、めちゃくちゃ使えます。で、シーフードミックスみたいになんか細かいエビが来るんかと思ったら、結構1個の大きさがしっかり大きいエビが届きます。で、調理して縮むかと思ったらそんなこともなくて、もうすごい立派なエビのまま、しかも結構なんかこう冷凍がうまくされていて、くっつくこともなく綺麗な状態で届きました。めちゃくちゃ使いやすいし、買ったらなかなか高くて下処理も大変なので、もう超おすすめです。次におすすめしたいのがズワイガニの足だけ。これは宮城県気仙沼市になります。カニも結構ふるさと納税定番の商品になるので、いろんな自治体さんからこう出てるんですけれども、あと業者さんも同じ自治体の中でもいろんな業者さんいるんですけど、結構ね、カニは当たり外れが激しい。正直昔取ったもので、あ、これはリピはないなみたいなのもあったりしたんですけども、めちゃくちゃ良かったです。生の状態で冷凍がされてきていて、しかもいいところだけ殻が剥いてあるので、もうほんと食べるだけですし、あとはゴミが少ないです。なので、まあちょっとそのクリスマスのパーティーとか年末年始に親戚で集まってなんかこう鍋を囲むとか、そうじゃなくてもただカニの足だけ食べるって言っても、こう大体大人が殻剥きがかりになって子供にあげて大人食べられないってことがよくあるんですけど、もう剥いてありますのですぐ食べられるっていう点でマジおすすめなので、ぜひチェックしていただければと思います。近年我が家でこれは賢いなって思ったのがおせちです。おせちをふるさと納税で頼んでしまえば、年末ギリギリだと間に合わないんですけれども、11月の下旬から12月の上旬までに注文してしまえば、いいおせちが自宅に届きますので、あとは解凍して食べるだけっていう状態になってます。去年に関しては福岡県飯塚市というところからおせちを取り寄せています。もうめちゃくちゃ美味しかったです。アワビがついていました。
今年2024年については北海道別海町の魚介のおせちを頼みました。北海道別海町についてはおまけが選ぶことができて、イクラかホタテかみたいな感じで、我が家子供たちがイクラを好きなのでイクラを頼んだんですけど、2024年時点でのふるさと納税の返礼品の金額っていうのが寄付額の3分の1程度のものが届くので、だいたい3万円のふるさと納税でしたら1万円の返礼品が届きますし、もし年末にちょっともうふるさと納税何やろうか困ったなっていう時になったら、おせちおすすめです。もうあとは食べるだけ、食べちゃえば終わりっていう感じになるので、ぜひ検討していただければと思います。ふるさと納税はちょっと前まで家電とかも結構おすすめだったんですよ。例えばうちのバルミューダとかはふるさと納税でいただいたものになりますが、今こういったものはまあちょっとその政府の方からあまり自治体に関係ないものを返礼品にするんじゃないぞみたいなところがあったりとか、返礼率が下がってしまったりとかしている関係で、ドル箱みたいなやつはあんまりないんですけれども、でも結構探せばまだまだめちゃくちゃいいやついっぱいあるので、私の楽天ルームの方にこの動画でご紹介したもの以外にもおすすめのものなどまとめてありますので、概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひご覧いただければと思います。インスタグラムや YouTube のショート動画の方にもおすすめのふるさと納税の返礼品のリールとかショート動画があったりするので、ぜひそちらもご覧いただければと思います。では最後までご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録ぜひお待ちしております。